本当にグラス割れるんでしょうか。あ、伸びましたね、はい、まだ上がる。あー、来たよ来たよ、邪魔しよう、怖い。もじゃもじゃ、どうも、もじゃもじゃ先生です。今日は実験をちょっとしてみたいと思います。前回の動画でですね、日本音響研究所の所長の鈴木はじめ先生にですね、ワイングラスを割るコツについてですね、お聞きしたと思うんですけど、今日はですね、早速ワイングラスをですね、音で割ってみたいと思いますんでですね、よろしくお願いします。で、また今日はなんと前回の動画でアシスタントを募集したいって言ったんです、もじゃもじゃ研究所のね。で、そのアシスタントの募集にですね、なんと今回応募していただいた方がいますんで、ご紹介したいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、皆さんもですね、どっかでお会いしたことあるなと、見たことあるなと思ってらっしゃると思いますけども、前回マナズサウンドで出ていただいた女優のマーリさんがですね、アシスタントに応募していただいたんですね。今日早速来ていただきましたので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご紹介を改めてどうぞよろしくお願いします。はい、改めまして、初めましての方も2度目ましての方もこんにちは、藤井まわりと申します。はい、今日はもじゃもじゃ先生の実験をバシバシアシストしたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ですね、まずですね、はい、意気込みをというかですね、音には昔から興味があったんですか。なんかありました。私結構緊張しやすくて。緊張しい、はい、なのでゆったりした音楽とか、はいはいはい、波の音とか聞こえるような、その音を聞いて緊張ほぐしたりとか。なるほど。あとやっぱりセリフとかで声のトーンが変わるとだいぶ変わるので。全然違うよね。そうなんです。確かにね、そうね、大事だね。本当に不思議だな。そっかそっか、はい、じゃあやっぱ学びたいと、はい、知りたいってことですね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃじゃーん。はい、わかりました、はい、研究員モードのまわりちゃん登場でございます。はい、よろしくお願いします。めちゃめちゃいいんじゃない、これメガネもお揃いで。いい、ね、でも先生はメガネオンザゴーグルなんですね。そうそう、これ僕ね、バックトゥーザフューチャーのドクル大好きなんで、おちょっと憧れて、でちょっと聞いてて思ったんですけど本当にグラス割れるんでしょうか。割ってる映像がたくさん見ているので、はい、もうね、コツは分かりました。どういうふうに割るかっていうのが、まずね、説明ちょっとしたいんですけど、はい、1つ目、まずは一定の音を出し続けなきゃいけないですよ。で、声で割るっていうのはやるんだけど、はい、そうですね、声でやっても一定ずっと出せないでしょ。難しい。なかなか、そう、だから難しい、はい、で、今回スピーカー使います、はい、一定の音を出せるので、はい、でそれでちょっとやりたいなと、スピーカー使って、はい、で、もう1つはかなり至近距離じゃないと難しいんですよ。スピーカー近づけないと、結構音圧大きくないとダメなので、はい、まあ、スピーカーを近づけると。だからもう今日僕ちょっと近づいてやります、はい、ちょっと危険なんですよ。ぴったりと、まあ、こんな近づかないけど、はい、ちょっとこのぐらいでやんなきゃいけないですね。だからできるだけそのグラスにエネルギーを伝えるために近づくという形はします。はい、あと、まあ、一つはワイングラス、はい、この間も、日本音響研究所の、ね、鈴木先生にも、ね、確認しましたけど、ワイングラスみたいなのはその樽型の形状で共鳴しやすい方がいいってことだったんで、ワイングラスをちょっと今日持ってきてます。はい、バレると信じて、はい、もじゃもじゃ先生は頑張りますので、はい、アシスタントも、はい、マリちゃんもちょっとよろしくお願いします。はい、デンジャラスですけど、はい、アシスト頑張ります。はい、ということでですね、実験スタートしたいんですけど、まずね、マリちゃんね、はい、このグラスの共振周波数っていうのを測ります。この音を測りますんで、これでですね、アプリで、まあ、これ今アプリやってるんですけど、そこれでレコードします。はい、そうするとこうやって、はい、ね、周波数がこうすぐリアルタイムに出るんですけど、すこれをベースにこういう風にして、はい、あ、伸びましたね。はい、もう一回やってみます。で、これでストップして、どこの周波数が大きいかっていうのを見ます。で、はい、これで見ると、これ後で見るんだけど、ポーンって鳴らしたとこね、こ2回鳴らしたけど、はい、こう見ると一番高いとこ2336です。36ね、はい、でこれをが共振なので、その音をこいつに当てていきます。はい、でそれでグラスを割っちゃうという形でやっていきますので、これちょっと実験でどの音が振動するかっていうのを見ていきます。で、はい、よくやるのがちょっとね、ごめんね、このストローです。ストローをこれ入れますね、はい、入れて振動、このグラスが振動するとぼやぼやってこれが動きますから、これで共振してるなっていうのが分かって、それを続けていくとパキッと割れる可能性が高くなるので、次は、このパソコンに入ってるソフトでこの2300周波数を出して、はい、スピーカーで当てていくっていう形をやっていきますので、まずちょっとね、きちんと測りたいと思いますので、はい、まず測りましょうかね。はい、はい、最後まで余韻で残るのが
1010だな。今ちゃんとですね置いて測ったら1010でした。なので1010をここにセットします。はい、1010ですね。1010をセット、はい、セットして、でここでもじゃもじゃ先生が作ったコミューン、コミューンから、これを当てていきます、このグラスにね。はい、でまずはちょっとこのストローがおにょにょにょって動くところの部分をちょっと見つけないといけないので、あとはもう当て続けるしかないので、はい、頑張りましょう。頑張ります。ちょっと、ね、気をつけていただいて。はい、もう完全防備でいかせていただきます。そうそう、あのジョージャ先生これ1個しかないんで、あ、女優ではないからこれでいきますんでちょっと頑張って当ててみたいと思います、はい、であと耳、あのこれ結構大きな音が出るんで 1010Hz を結構大きく出すので、はい、もし実験やられる方は試してみる方はもう耳栓をこれ買わないとダメですので、耳は大事にしていきましょう、はい、ね、じゃあ早速実験やります。やります。はい、じゃあこれから実験をしたいと思いますんで、はい、マリちゃんよろしくね。はい、耳栓してるけど聞こえてる。はい、耳栓もしてます。 OK です。じゃあこれから割ってきます。はい、割れるか割れないかちょっと心配なんだけどちょっとできるだけ頑張ってですね割ってみたいと思いますんで、でどこが一番共振するのかっていうのを探しながら見つけながら割っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ少しずつまるちゃん、はい、ボリューム当てますね。周りの人、あの耳栓、あのスタッフの方しといてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ行くぞ。はい、お願いします。はい、行きます。どうかな。さあ行こう。はい、お願いします。少しずつ上げていこうか。はい、まず共振を探していきます。透明の場所、あ、来たね。いいよ、当てて、上げていいよ。はい、振動し、まだ上がる。あー、来たよ来たよ、出ますよ。怖い。マックス？まだです割れたよ、ほら。割れました。大丈夫ですか先生割れたね。割れました。割れたよ。本当に割れるんですね。はい、はい、本当に割れました。割れたよ、まるちゃん。割れるんですかって言ってたけどね、割れたよ、ちゃんと。結構粉々に。そうそう、いや、なんかね、いきなりだったからびっくりしましたよ、はい、なんかパキンと割れたんで、やっぱ割れるってことで、スピーカーでね、ちゃんとやればですね。はい、だってすごいですね。すごいね、本当。でも何もなんか前触れがないから怖いね。パキンって割れちゃうんだ。びっくりした。はい、ということで、実験は、今日ね、ワイングラスが音で割れるのかっていうのはもう大成功だったんですね。次何割るの？次割るんですか？こうやって俺の頭割れるから。割っちゃダメです。割っちゃダメ。まあ、あの割り方にはやっぱコツがあるので、はい、さっきお伝えしたコツを捕まえながらやると、かなり割りやすくなるんじゃないかなと思いますので、皆さんもぜひとも、はい、子供はね、お子様はちょっと気をつけていただいて、そうですね。やらない方がいいかもしれないんだけど、ガードをしっかりしていただいて、お父さんに相談してやっていただければと思いますので、はい、マリちゃんよかったよ。実験大成功ということで、はい、割れたよ。いつももじゃもじゃ先生の耳研究所 YouTube チャンネルご覧いただきありがとうございます。もじゃもじゃ先生の耳研究所はですね、毎週木曜日金曜日にですね、チャンネルの動画の配信をしておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。